福岡しみこです。今日はこの作品を紹介します。達観地の資料図屏風、狩りをする場面が描かれています。私が特に紹介したいのは馬の乗り方、とにかくすごいんです。急な崖を体を思いっきり反らせて駆け下りてますね。馬は目はまん丸、後ろ足は曲がってて、なんだか怖そう。こちらでは矢を後ろ向きに放ったり、馬に横乗りしたり、あーこの人走っている馬に後ろから飛び乗ろうとしている、落ちたら大変だ。続きはぜひ美術館で見てね。待ってます。